こんにちはしギちゃんです原夏子ですしギちゃんの脱炭素って何第46回スコープ3算定編カテゴリー15投資について解説していきたいと思います投資ですか投資による排出っていうのはどういうことでしょうかそうですねまずはカテゴリー15で対象とする投資とは金融投資のことを指しますこの金融投資にはいくつか種類があり 1. 株式投資 2. 債券投資 3. 投資 プロジェクトファイナンス4管理投資および顧客サービスの4つに分けられます。投資による排出というのは金融機関や投資事業を行っている企業からこのような投資を受けた企業が排出する CO 2のことを指します。つまり投資先の企業の排出量を投資をした金融機関や投資事業を行っている企業のスコープ3カテゴリー15で算定するということになります。はい ですので脱炭素アドバイザーの試験を受ける人はもちろん金融機関や投資事業を行っている方にも見ていただきたい内容となっています投資先の企業の排出量を算定難しそうですそこは分かりやすく解説するように私も頑張りますのでしっかりついてきてくださいはい頑張りますということで今回はカテゴリー15の概要と算定対象範囲を確認し次に算定をするために必要なデータを確認し 最後に実際の算定例を確認する三本立てでいきたいと思います。はい、わかりました。早速解説をお願いします。では最初に、カテゴリー十五の概要と算定対象範囲についてです。カテゴリー十五は投資による排出になります。投資による排出とは、投資事業者や金融機関の投融資活動を通じて発生している。間接的な排出のことを指します。 なるほど先ほど投資した先の企業の排出量と言っていたのはそういうことなんですねしぎ、はい、ちゃんそれでは投資を行っている場合カテゴリー15は全ての投資先企業の排出が算定対象になるということなんでしょうかそこについては組織協会をどのように設定しているかで考え方が変わるのでその点に触れておきましょう。はい、なっちゃん 排出量の算定範囲を明確にするために、最初に組織協会を設定しなければなりませんが、設定方法には2つの基準があったのを覚えていますかうん、確か支配力基準と出資比率基準でしたよね。お、そうです。はい。前回の解説から時間が経ってしまったので、改めて解説しますね。まず、支配力基準です。 これは算定事業者の子会社など支配下にある企業の排出量を100%算定する方法です、うん、そうでしたねもう一つの組織協会は出資比率基準ですこれは子会社やグループ会社などの投資先への出資比率に応じて安分して算定する方法ですその二つの組織協会がカテゴリー15の算定にどのように影響するんでしょうか一つ目の支配力基準を採用する場合支配下にある企業の排出量は100% 自社のスコープワンツーに算定していることになります。はい、ですので、投資しているけど、支配下にない企業の排出量をスコープスカテゴリー十五として算定することが可能です。もう一つの出資比率を採用する場合、すべての投資先を出資比率に応じてスコープワンツーとして算定することになるので、スコープスカテゴリー十五は該当なしということになります。 なるほど。それでは、支配力基準か出資比率基準のどちらを採用するかで、算定の範囲が変わってくるんですね。しぎちゃん、カテゴリー15の概要と算定対象範囲について理解できました。はい、良かったです。次に算定に必要なデータを確認しておきましょう。ここでは GHG プロトコルが推奨しており、算定も比較的簡単な支配力基準の方法で確認していきたいと思います。はい。 そのため、支配力基準ということは、算定に必要なデータとは、算定事業者の支配下にない投資先企業のスコープワンツ排出量ということになります。そうすると、これもカテゴリー十四のフランチャイズと同様に、エネルギー使用量にそれぞれの排出係数をかけて算定することになりますね。うーん、まあ、それでも算定はできますが、はい、投資先企業のエネルギー使用量や排出量そのものを入手するのは実際には困難です。 なので、投資先企業のスコープワンツー排出量を開示してもらうのがいいでしょうね。なるほど。視界下にない投資先企業のエネルギー使用量を把握するのは難しいんですね。そうなんです。それから、もう一つ必要なデータとして、投資の割合がありますので、準備しておきましょう。なぜ、投資の割合が必要なんですか？支配下にある場合は、投資先の企業のスコープワンツー。すべての排出量を投資元の企業・金融機関のスコープワンツーに取り込みますが。 支配下にない場合どれだけ投資しているかの割合でその分だけのスコープ12の排出量をカテゴリー15に取り込みたいんです。ということは例えば投資の区分が株式投資であれば投資元の企業や金融機関が保有している株式数に投資先企業が発行している全株式数を割ることで投資の割合を求めることができそうですね。はいその通りです ではデータを確認したので算定例を一緒に見てみましょう投資先の排出量からカテゴリー15を算定する例になります。なっちゃん今までの説明で排出量を算定でできそうすすかはいちょっっとやってみますね今回の算定例では A 社の排出量は150万トン CO になりますよね。 でも株式の保有数は1万のうち500株なので150万かける1万分の500で7万5000トン CO2 でしょうかはいその通りです、はい、算定できましたねはい先ほども言いましたがこの算定例は GHG プロトコルの支配力基準で算定した結果になります実はカテゴリー15に関してはもう一つ算定のガイドラインがあるんです最後に紹介しておきましょう金融機関が算定するカテゴリー15 投資先の排出量に関しては PCAF 金融向け炭素会計パートナーシップという算定ガイドラインが公開されており GHG プロトコルのスコープ3カテゴリー15に整合するものとして広く採用されています初耳です金融機関のスコープ1・2・3の排出量にとって最も重要かつ大部分を占めるのがスコープ3のカテゴリー15です金融機関がカテゴリー15を算定する際は 業界標準である p キャフに従うことが一般的ですのでぜひ覚えておいてください。GHG プロトコルのほかに金融機関のカテゴリー15算定用のガイドライン p キャフがあるということですねわかりましたよかったですでは今回のまとめをお願いします。カカテテゴゴリリはは投資に関すする排出量を指す2カテゴリー15は 支配下にない投資先のスコープ1・2の排出量に株式の保有割合を乗じることで求めることができる金融機関にとってカテゴリー15は重要なカテゴリーとなります本動画を見てぜひ排出量を算定してみましょう今回は以上です高評価・チャンネル登録をお願いします